やや皆さんこんにちはこんばんはということで本日は漢字でゴーやっていきたいと思います。いや皆さんにね今まで黙っていたんですけど私文系でございまして国語とかそこら辺でした。漢字でゴー文系の私からしたら簡単なんじゃないかなと思い解釈不一致になるかもしれないけど頭がいいっていうのがまあ一旦ノーマルでいいかな。準備 OK 最後レベル1目立つよし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 簡単すぎ本当に頭がいいわ。来たヘビさんが竹馬え、あ、竹馬か危ない丸山古墳よし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 本腰はい甘夏知恵熱あ、知恵熱ね頭良すぎて熱出ちゃうみたいな感じでしょ私もそうなんだよね堪忍袋の方が切れるみたいなねあ、簡単じゃんマジで頭いいわ宇宙天これねあったんですよバカラのやつで宇宙天ビバーチェみたいなねなんかすごいねしもげんげげんかげん危ない煮沸ちょっと頭良すぎこれ被弾じゃないあいや待って被弾目弾死弾被弾死弾危ない五条これはそうあよきょきょきょファイナルまあ入れ替え可能だからねいけるよ待って水羊羹じゃんおい簡単だってみんなちょっとみんな生きるわノーマルはシャバかったかもしれない私にはちょハードいこうかハードレベル超簡単も簡単でしょう手相はいえそうえ手愛えまっまっちょっとまっえまっえまっん手相じゃないの待って手相大御所はい簡単書けないんですけど読めることはできるんですよね迷惑千番迷惑千番ってなんだろうめっちゃ迷惑ってことかなあ、霧吹きこれ霧吹きじゃないえは霧笛何それ眉打仏え眉唾かえ眉唾はぁ眉打仏眉唾仏眉唾のの簡単エビ一毛一蹴り蹴り一毛一毛一毛はぁ一瞬わかった激ムズにしようかレベル3まあまあ簡単でしょうに陳謝はい陳謝初嵐初めてのライブってことかなかまもとかうわ鉛筆はぁ円盤円錐おー危ないこれはさ理系じゃない5までいったよ激ムズちょっと頭良すぎるんじゃない任してくださいところけるこけるかな仕方ない最近お料理始めたばっかだからねまあ、これは家庭科の授業よ文系じゃない文系としての直れではないまだんーやべる焼きべるもべるえ何え待ってや焼くべる燃えべる焼くうーんとわかんないそれくべる稲のもの薪をくべろうのやつか薪くべたことないからなこれは稲のものではなかったヨーバ馬羊に歯生えたらなんだ羊に歯生えたら何なんてわかんない詐欺わ
なの死だ。無理だろ。ちょっと待って、もうわかんないわ。そうわかんないからヘル行こうか。ぬるま湯、惜しいやん。